JR 西日本の踏切遮断機。右側は大口遮断管を採用。遮断機とは、踏切などにおいて優先される交通を確保するためなどに用いられる通行を制限するための装置。有料道路の料金所や有料の駐車場で車両を一時停車させる場合や、大雨や落石等による通行止めが頻繁に発生する道路にも設置されるが、ここでは、 鉄道用の遮断機について説明する。踏切遮断機は遮断管などで、踏切内への自動車や歩行者などの侵入を防ぐための装置である。踏切遮断機は大きく分けると、手動式と電動式に分類でき、古くは踏切係員が手動で操作していた。また、電動機付けの踏切遮断機が登場した後も、その操作は踏切係員が行っていた。 日本で自動化された踏切遮断機が登場するのは1958年になってからである。日本では踏切警報機と合わせて自動式がほとんどであるが、開閉を踏切警視が行うものや踏切通行者が取り扱うものも存在する。多くは遮断機内に電源スイッチ、電動機ブレーキ装置、回路制御機、リレーなどを内蔵しており、停電などにより、 無電源となった時は自動的に遮断管が降下するものと上昇するものがあり、これらは各社局により相違がある。また電気阻止記録も行っている。遮断機は連続風速秒速15メートルの中でも安全に遮断動作できる性能を有している。踏切遮断機の遮断管は警報開始直後では踏切に侵入した自動車などがそこから進出できるように 5から8秒でゆっくりと降下し、警報解除直後では、通行者や自動車などが早く踏切に侵入できるように、4から5秒で早く上昇する仕組みとなっている。踏切遮断機では遮断管を作動させる電源の種類により直流型と交流型があり、直流型では直巻電動機とブラシレス電動機が使用され、蓄電池の設備がある踏切に使用されており、 交流型では誘導電動機が使用され、専用の高圧配電線の設備がある踏切に使用されている。踏切遮断機内には、遮断管を上昇位置、または下降位置で保持する、ブレーキ装置と遮断管が作動しているときに、いたずらや自動車の通行などによる拘束を受けた際に、電動機を保護するためのフリクションクラッチが設けられており、 電動機の回転力を2段の減速歯車と3段目に、ある、セクトギアーと呼ばれる位置、4円の歯車を介して、遮断管を駆動させる。遮断管の動作においては、加工時では、上昇位置において、ブレーキ装置によるブレーキが解除された後に電動機に、電源が入り遮断管が降下を開始する。加工位置になると電動機の電源が遮断されて、 ブレーキ装置によるブレーキがかかり加工位置で保持され、上昇時では、下降位置において、ブレーキ装置によるブレーキが解除された後に電動機に電源が入り遮断管が上昇を開始する、上降位置になると電動機の電源が遮断されて、ブレーキ装置によるブレーキがかかり、上降位置で保持する仕組みとなっている。踏切遮断機の種別には、片側腕儀式、両側腕儀式、紹介式、 引き戸式、つなばり式がある。電動の場合は、電動を冠した名称となる。なお、日本の旧基準では1925年に、引き掛け式、上下式、引き出式の3種が定められていた。また、1948年には、紹介式、片側腕儀式、両側腕儀式、引き戸式、つなばり式が定められた。腕儀式二段折れ形車段間中央線快速の、 豊田日野間で生じた遮断機の接損。列車は警笛を鳴らしつつ最助行で通過する。腕着を利用する踏切遮断機で最も多く採用されている遮断方式である。踏切道の片側から道路を遮断する踏切遮断機を片側腕木式。踏切道の両側から道路を遮断する踏切遮断機を両側腕木式という。遮断間の長さは 昔は6メートルが主流であったが、道路整備の進展によって、現在は8メートルが主流となっており、道幅が広い場合では、10から20メートルの範囲で遮断できる、2段折れ、形遮断管が採用されている踏切もある。遮断管は主に竹が使われてきたが、近年では、繊維強化プラスチックを使ったものが主流となってきている。日本では、 ほとんどが黒と木の縞模様であるが、最近では、踏切事故防止のため、遮断管の幅を大きくした、大口遮断管や赤白模様の遮断管も使用されている。なお、日本国外の踏切では、赤白模様が最も多く使われている。なお、遮断管が不利自動車が、踏切内で立ち往生した場合には、そのままゆっくり遮断管を押すように車両を進めていけば、 遮断管が斜めに上がる、遮断管節損防止器が設置されている場合がある。この場合は、容易に脱出することが可能である。遮断管が折れた場合は、安全確認のため列車が遅延して、ダイヤが乱れたりする場合が多い。なお、常に、踏切道を遮断しているもので、通行者が自力で遮断管を持ち上げる形式のものは、重力式と呼ばれることがある。 社員専用通路などで使用されている。紹介式紹介式遮断機紹介式は水平に張ったワイヤーをそのまま上下させる方式の踏切遮断機。踏切の両端に柱を設置して、柱にレールを取り付けてワイヤーを張り、それが上下に動くことによって踏切道を遮断する。ワイヤーには踏切評判が取り付けられている。 腕儀式では遮断できない幅の広い踏切道や交通などに設置されているが、踏切内に人や自動車等が閉じ込められた時には、そこから脱出できないため、踏切形種が常駐する踏切に限られる。二段折れ形遮断管の普及などにより、数は少なくなってきている。なお、日本の1二十五年に定められた基準では管類を上下して遮断する方式は、 上下式に分類されていた。引き戸式引き戸式は扉を左右に動かして開閉する、踏切遮断機。なお、日本の1925年の基準では缶や灯引き出して遮断する方式は、引き出式に分類されていた。綱張り式綱張り式は綱や鎖などを左右に張る、方式の踏切遮断機。なお、日本の1925年の基準では鎖や綱を、 引いて遮断する方式は、引き掛け式に分類されていた。ありがとうございます。